おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2600でございます。はい、今回でですね、無事2600回を迎えることができました。これもですね、まあ、いつも言ってることではありますけど、視聴者の方、チャンネル登録していただいた方、すべてのね方によってね、ここまで続けてくることができました。本当にありがとうございます。今後もですね、まあ、引き続き内容は変わらず、まあ劣化することはあると思いますけど、そんな感じでね、長く続けていきたいと思っております。はい、そんなね2600回を記念するやつをね紹介したいと思いますが、これなんですけどね、実は過去に紹介したことがありました。スケジュール組をねしてる時にね気づかなかったんですけどね、後々調べて、あ、これ一回やってんじゃんっていうねものになっておりますが、まあそんな感じのものをねちょっと紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、フィグマのナンバー250レーシングミク2014 EV 未来バージョンですね。これを紹介していきたいと思います。こちらですね、過去に紹介したのが実はねシャープ600っていうことで、今から2000回前にね紹介したものとなっております。まあね、それだけ続けたんだなっていうのがね、感慨深いといえば感慨深いかなと思いますね。はい、ちなみにねその時の動画ですね、サムネだけ確認したんですけど、背景が黒かったんでね、まあここの床も違えば背景も違うっていうね、その黒い状態でねやってたっていうね、そんな感じの時代なんでね、今から見ると多分映像がかなり悪いと思うんでね、まあある意味リニューアルみたいな感じでね紹介していきたいと思います。はい、一応パッケージはこんな感じになっておりまして、真ん中のところでねレーシングミク2014がいますよと。で、表情パーツ、ヘルメット、ここではね映っておりませんけど、ここにシフトボディがありますよと。で、横を見るとこんな感じですよと。まあ前回っていうかね、2500回の時に紹介したのが確かレーシングミーク2013の EV 未来バージョンだったと思いますかね。あれともねまた違うね、ライダースーツではないですけど、そんな感じのね衣装バージョンとなっておりますね。はい、まあ結構印象が変わるかなっていう感じです。で、さらに裏ですね、裏を見るとこんな感じになっております。まあ露出部分が増えたって感じですね。で、さらにここバイクがありますけど、こちらのバイク次回やりますけど、これもね再紹介にはなるんですけど、これもですね以前紹介しましたレーシングミク2013ですね。あの時に紹介したバイクとはねまた一部分違うっていうね、そんな感じのものとなっておりますよと。はい、で、さらに横がこうで、そして上と下となっております。はい、ということで、ね、早速こちらね上から開けていきたいと思いますが、まあこれね前に紹介したということで、ここね封は切ってありますんで、ここから早速開けていきたいと思います。はい、ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。レーシングミク2014 EV 未来バージョンがここにおります。表情パーツとヘルメットですね。で、シフトボディが先ほどね見えておりませんけど、ちゃんとしたやつがありますよと。で、下のところに収納袋と、いつものベース、いつもの支柱ですね。で、説明書もこんな感じで収まっております。裏には特にねパーツはないという感じ。それとですね、今はねほとんどなくなってしまったこちらですね、中台紙。これ光の反射でねちょっとわかると思いますけど、点線がねありましてね、これを切り離すことによって、以前ね動画でやりましたけど D ステージっていうね別売りになってた台座ですね、それに組み合わせることによってこの色にできるっていうねカバースキンですね、これがありますと。今はねほとんどありませんけどね、たまに古いやつをね見つけてくるとあると思いますけどね、まあ一応こんな感じのねレーシングミクカラーっていうかね、こんな感じの色にすることができるカバースキンというのがついてきております。D ステージに関しましてはね、過去の動画でやっておりますので、まあ、そちらもね、見ていただいて、もしで、ね、中古ショップとかで見かけた場合ね、一度ね、触れていただきたいかなと。なかなかね、いい台座なんですよね。支柱もね、今ついてるやつと違って、ちょっとね、短いタイプの、ね、支柱がついてきておりますんでね、比較的扱いやすい感じとなっております。はい。ということでですね、早速こちらね、ケースから出してパーツ意識ざっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ意識準備できました。いつものベースといつもの支柱ですけど、こちら古いタイプですね。角度変更順位とかね最初からセッティングされておりますが、こっちにもこれぐらい曲がるし、反対にもねこんだけ曲がるっていうタイプの支柱となっております。まあこれはね初期の時にねついてた支柱ではあるんですけどね、身長が低いやつにはちょっと使いにくいっていうタイプのね支柱ですよと。で、予備の手首ジョイントとヘルメットパーツ、交換用の表情パーツと手首パーツと手首ホルダー一式、シフトボディとレーシングミク2014 EV 未来バージョンがありますよと。ここになんかね、フック状のパーツがありますけどね。まあこれは説明書を見ていきましょう。で、説明書の方がダーンとこういう風にありまして、Figma レーシングミク2014 EV 未来バージョン、こういう風に書いてあります。で、こちらね、ペラッとめくっていきますと、こんな感じですね。もうね、今と同じパターンになってますね。
特にパーツの名称とかはないですよと。シフトボディとかね、ヘルメットとかね、そういうのは載ってない形となっております。で、ここにね、鍵爪っていうかこんな感じでフックパーツがありますけど、これですね、ここヘルメット内部にね入っておりますジョイントですね、これが奥に入ってしまった場合、指とかでね引っ掛けるのが大変なので、それをね引っ張り出すためのものというふうになってますね。なのでラジペンとかねあればね、別にこれなくてもいいと思いますよね。一応こんな感じのパーツがありますよ。はい。で、シフトボディの付け方ですね。上半身と下半身でここから分解して、足外して収縮防止ピンを抜いて、こちらに差し替えて戻すと、そうするとね座りポジションにできますので、あとはこの状態で次回紹介しますね、Xライドの TT レイ13回ですね、こちらの方に乗せることができるっていう、まあ形状固定の腰パーツっていうかね、これがありますよと。で、裏側が英語表記となっております。ちなみにですね、こちらね表情パーツの交換方法はとりあえず文字で載っておりません。なので、まあいつもとね同じパターンで交換するような感じになっておりますよと。ということでですね、早速ねこちら見ていきたいと思いますので、パーツ一式手前の方でザザッとちょっと寄せてしまいまして、よっこらせいと、はい、レーシングミク 2014EV 未来バージョン、こちらとなっております。とりあえず正面がこんな感じですね。で、横ですよ、後ろ、反対側、そして上となっております。はい、まあ一応こんな感じですね。で、髪の毛パーツですね、真横っていうのもまあ当然ながらね上にありますので干渉しにくい感じですね。で、あとジョイントに関しましてもね、結構大きいタイプのねジョイントが入っておりますね。はい、一応こんな感じでは早速ね可動範囲いきたいと思いますが、邪魔なんでね持ち上げてしまって、まず頭部の可動域、左右にはこんな感じで動かすことができますが、前髪ですね、ここの部分軟質素材にはなってるんですけどね、引っ掛けておらないように注意が必要なのかなと。で、上がこんな感じ、下ですよと。で、こちらですね、表情パーツを外してみると分かりますが、こちらですね、中を見ていただくと、こちら軸ボールタイプとなっておりますので、可動域が広いですよと。ここの根元のボールですね、ここの部分ある程度ね調整しておいた方がいいかなと。ここの部分ですね、グッと引っ張り出したりとかすると真上をね向くことができるぐらい可動域がね広いタイプとなっております。はい、まあバイクに乗るんでね、これぐらい可動域がないとちょっと辛いのかなと。はい、一応こんな感じで、ツインテに関しましてはね、根元の部分の軸とここでねスイングが効きますよ。髪の毛に関しましてはね、いつもと同じですね、基本的にクリアパーツで成形されてて、そこにね塗装をかけられているという感じになっておりますので、まあ下に行くにつれてね、こういう風にクリアになっていくという形となっております。はい、一応頭部周りはこんな感じ。腕に関しましてはね、ここ引き出し機構はないですね、一応水平がこれぐらいですね。で、根元がグリグリ、ジョイントっていうかね軸のところで軽くロールができて肘の曲げができますよ。この肘ですね、今回再レビューもそうなんですけどね、古いものとなっておりますので破損させないに注意が必要ですね。はい、一応こんな感じで曲げることができて、手首パーツはジョイント式ですね、ここにジョイントが入っておりますので、グリグリ動かすことができるよと。ただここにねちょっとワンパーツ入ってるんでね、まあここ独立しておりますんでね、とりあえず問題ないかな。ただちょっと安定感に欠ける感じがしますからね、まあ一応こんな感じで動かすことができますよ。ボディに関しましてはここですね、胸部のここでグリグリというか、どっちかというとこっちですね、腹部側のここのジョイントで動かすような感じとなっております。内側はねそんなにね広くないんでね、まあある程度動かせるっていう感じなのかなと。はい、でちょっと穴の位置がね確認しづらいんでね、戻すのがちょっと大変かもしれないですね。はい、一応こんな感じで、腰のパーツですね、こちらのパーツ締まった時の影響なのかね、ちょっと上に上がってますね。で、ここからね太ももつながっちゃっておりますんでね、動かす時にどうしても左足はちょっと狭い感じですね、右足は干渉源がないんでね、こんな感じでグリグリ動かすことができて、開脚がこんな感じとなっております。一応もものロールが効きますね、こっちは。こっちはカットラインがないんでね、ここでのひねりは効かないですね。で、膝で回る感じとなっております。その代わりこっちは膝で回らないですね。なので左足はもも、右足はこちらね黒と肌色のここの部分での可動となっております。膝に関しましてはここまでね曲げることができて、足首の可動ができて、つま先の可動はなし。足首のジョイントに関しましてはね、特にパーツで覆われてるわけではないので、そんなにね干渉源がないのでいいのかなと。はい、まあ、一応こんな感じとなっております。まあシンプルといえばシンプルですね、ちょっと気になる部分もありはしましたけど、まあ全体的によろしいんじゃないでしょうかね。はい、一応こんな感じとなっております。で、台座をね取り付けていきたいと思いますが、台座に関しましては背中ですね、こちらに穴がありますので、ここに対して付属の支柱、そして台座を使うと。これはいつものパターンでつけていきますが、こういう感じでつけましょう。
角度変更ジョイントがなくても、とりあえずね、身長はね、ある程度高いので問題ないと思いますけどね。まあ、今回はね、ついているんで、このまま行きたいと思いますが、背中にブスッと刺してね、あとは支柱をガクガクと、いつもの通り曲げていくと、こんな感じで立たせることができるよと。はい。まあ、足がね、比較的小さめなんでね、自立させるためにはね、やはり台座は必要なのかなと思いますが、一応こんな感じでね、立たせることができると。そして表情パーツですね。表情パーツはとりあえず1種類しかありませんよと。こちらとなっております。パッと見ね、わかりづらいと思いますけどね。こちらが通常の笑顔ですね。で、こっちがなんか、キョトンとしたようなね、そんな感じなのかな。で、交換方法は従来と同じなんでね、前髪パーツ外して、ここ外して、こいつに変えてっていう形となっておりますよと。はい。まあこれね、いつもと同じなんで、とりあえず問題はないのかなと。まあとりあえずですね、こちらもこちらも正面目線なんでね、まあ扱いやすいのかなと。そんな感じになっております。それ以外に表情パーツではないんですけど、ヘッドパーツとしてね、こちらヘルメットがついてきておりますよと。ヘルメットのデザインもですね、以前紹介しましたレーシングミク2013 EV 未来、あれとはね、また違うデザインになっております。まあここですね、バイザーというか、ここの部分がね、パカッとね、開くようなギミックがあっても面白かったかなと思いますよね。あとは耳っぽいようなデザインとかもなくなってるんでね、まあ非常にシンプルなヘルメットという感じですね。はい。で、付属の棒ですね。こちらのパーツがありますが、これですね、何かしらのね、手違いでこちら中に入ってしまった場合、指でね、起こせなくなった場合、こいつを使ってね、引っ掛けて起こすっていうね、こういうような棒がありますよと。はい。一応こんな感じとなっております。交換方法はね、とりあえず頭部パーツをね、丸ごと取り替えるだけとなっておりますよと。まあ、ちょっと面白いギミックではないんですけどね。実際バイクに乗るときにはね、当然ながら交換するギミックとなっておりますんで、それはそれでいいかなと。もう一つ面白いんだったらね、こちらのツインテパーツ外して、このパーツをパカッと割ってね、前後で挟み込むみたいなね、そんな感じのギミックがあっても面白かったかなと思います。はい。で、こちらですね。手首パーツがありますが、多分これかな。この手首パーツを使うことによって、なんとなくね、手で持つことができるという感じですね。ただ、ポジション的に、どっかにね、穴が開いてて、そこにね、しっかりと引っ掛けるっていうよりも、なんとなくこの形に乗せるって感じになってるんで、もしかしたら安定感悪いかもしれないですね。あとはこのメットパーツも、そこまで軽くはないのでね、重さに負けてね、指がだんだんこう開いちゃう可能性がありますんでね、まあそこの部分も十分注意しながら持つような感じなのかなと思います。で、こちらの交換方法はね、先ほども言った通り、頭部パーツを引っこ抜いて、これの代わりにつけるだけっていうね。ただこれ、見ていただくとわかると思いますけど、中のジョイントですね、ここ、軸ボールタイプでね、これと同じなんですけど、押し込んだ時に中にこういう風に入り込みやすいんですね。で、とりあえずこれは、過去にね、紹介してる時に開けているんで、とりあえず大丈夫なんですけど、新品とかの場合ね、こちらのね、穴がちょっと狭くなってる時にうまく入らない。ただ、ジョイントは逃げてしまうってことがありますんでね。ここの部分はちょっとやりづらくなると思うので、まあ、ここね、分割線が出てしまってね、見栄えは悪くなりますけどね。ここ、ポンと取ってね、しっかりと差し込むっていう構造だったらもっと良かったかなと思いますけど、一応ヘルメットをつけるとこのような感じとなっております。はい。で、シフトボディに関しましてはこちらですね。ここのところに収縮防止ピンが入っておりますんでね。まあこれを引っこ抜いて、足引っこ抜いて、こっちに移植。反対も同様に移植してあげて、これをつけると。そういう風にすると、しっかりとね、座りポジションにできるという感じですね。まあなんとなくね、この形にしようと思ったらね、できなくはないんですけど、先ほども言った通り、右足ですね。ここにパーツがついてる影響で、こちらのね、可動バージョンだとそこまで足が上がらなかったんでね。まあしっかりと座らせることを考えるとやっぱりね、こちらのシフトボディが必要なのかなと。このパーツに関しましては次回ですね。TT レイ13回。これをね、紹介するときに合わせてやりたいと思いますけど、一応こんな感じとなっております。まあとりあえずパーツ数としましてはね、ヘルメットがあったりとかね、シフトボディがある。一応交換用のね、手首パーツもあるっていうことで、まあ、基本的な部分は揃っているのかなと。ただちょっと物足りなさはね、あるんですけどね。まあこちらのヘルメットに関しましてもね、専用の手首パーツでなんとなく保持するだけなんでね、もうちょっとガチってね、固定できるギミックがあってもよかったかなと思いますけどね。シンプルながらね、一部干渉することによって、ちょっと動きが制限されてるのがね、ちょっと気にはなりましたけどね。全体的な見た目はね、非常によろしいと思います。はい。ということで今回ですね、フィグマのレーシングミク2014 EV 未来バージョン、こちらをね、紹介していきました。はい。では最後にですね、今回で無事2600回を迎えることができました。これもですね、皆様の支えによって続けることができたというふうに思っておりますので、大変感謝しております。それと、こちらに関しましてはね、
最初にね言った通りなんですけど、シャープ600で紹介したものを今シャープ2600でね紹介できたっていうのも、ここまで続けてね来れたっていうこともね含めて、皆さんもねおかげで続けて来れたと思っておりますので、今後もですね長く続けていきたいと思っておりますので、引き続きね見ていただければと思います。はい、ということで次回ですね、次回はですねこちらもね以前と同様に紹介したことがあるものにはなるんですが、こちらはねシフトボディ、これがね大活躍するね、そんな感じのバイク紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。